ねえ、まあ、しーちゃんさ、何？何してんの？てか怖いよその格好。頭に血昇るよ、しーちゃん。朝から騒がしいな。ん？お、すっごい美人。あ、こんな時にややこしいのが来た。さすがわしの息子、血は争えないというわけか。待って親父、話を聞いて。素敵な着物、優しさと慈愛にあふれている。とても大切にされてきた着物なんですね。すごく似合ってる。何この10年前のファンシーアイテム、いや恥ずかしい。第一声がそれか。どうなってるの、体が勝手に。止めて。まさにパラパラ殺人事件、なんたる、なんたるちよ。などとのんきに歌ってる場合ではないわ。赤い月が泣く、壊れた魔女が泣く、カラスが泣く、闇を抱えた宇宙が泣く。それでお前はどんな声を上げて泣く。ですが今のあなたたちはダメダメすぎます。ダメダメな方たちを特別扱いするのは間違っていますわ。あなたたちがダメダメなのか、ダメダメでないのか、そのダメダメダメは一時的なダメダメダメなのか、永続的なダメ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 なのか。ダメダメダメって言わないでください。早口言葉かよ。僕がそばにいたいんだ、だから迷惑じゃない、いてくれるか。我らが城よ、眠りから覚めるがいい。主たちの帰還だ。ついに俺はここに戻ってきた。ここから俺たちの戦いが始まるのか。いいじゃないか別に。一生懸命走ったんならそれで、順位なら君はとっくに一番を取ってるよ、僕の心の中で。あ、むつむねがざわめきし、鈴の音響き闇の夜に、作の香りのもと邪気を沈める術なれば。あじさいの花が咲いたなら、優しい風が吹きましょうか。この二人って恋人同士。今私の誇りが汚されようとしている。早く否定しろ。これを見て恋人同士と思う奴がいたら会ってみたいものだ。キリストじゃレッブーマル、くらえ、レッブーマだから知ってるよ。あのまま蜂の巣にしてやる。ちょっと待って、俺が行くよ。なんて答えればいいんだ。知るかボケ、
答えるより予定通りアホアホダンスを踊ってさっさと嫌われてこい。そうすりゃ全て解決だ。俺が思い違いをしてたんです。エロ DVD こそ童貞喪失への近道。エロ DVD を見てること程度で男を嫌うような女はどうせやらせてくれません。仲間内でエロ DVD をシェアすることだけが新たな自分を発見できるのです。はぁ、あ、相変わらずユイト様のこと苦手なんですね。苦手というかなんというか、先輩の前に出ると頭がぐるぐるってなって、なんでだろう。素敵な方ですものね。成績優秀でスポーツ万能で生徒会長で。なあ、違うよ、そういう意味じゃないよ。いいんですよ、照れなくても。違うってば。あ、高いです。すごい賑やかです。どう、ゴーレムの乗り心地は。すごいです、楽しいです。そうです、そうです。うわ、大丈夫ですか。それでは試食タイム、いただきます。でもなんだか物足りない味ね。まるで人参とほうれん草が夕暮れの道で途方に暮れてるみたいな。何それ。ちょっと奥さん、街が燃えている。俺が死んだから本気出す。クリスマスワイドミーダブル前にはよく拝め。